こんにちは、マリサだぜ。こんにちは、霊夢だよ。今日はいきなりドリキャスね。ということは、そうだ、バーチャファイター3だぜ。ウプ主が今でも一番好きなやつね。こないだ、ウプ主が実家から持ってきて。エスケープボタンのリハビリが完全ではないが。少しはできた？そうだぜ、ロードが長いのは許してやってな。もうすぐオープニングだぜ。飛ばさないの？ウプ主は大好きだから、毎回見るぜ。ま、キャラもまだ少なくて短いから、いいわ。ウプ主は、この音楽が最高だと思っているからな。で、今日はなんなん？エンディングとネームエントリー画面を、見るのが目的だぜ。じゃ、ボーナスステージまで行かなきゃダメね。そうなんだ、それがめんどくさいぜ。そのために、ウプ主リハビリしたんでしょ？そやけど、ウプ主的には試合内容はどうでもいい。はぁ、さっき言った、最後まで見るのが目的だ。じゃ CPU に負けたら、コンティニューしまくるの？それでもいいが、ウプ主は超めんどくさがりだからな。と、CPU 相手でも、コンティニューを良しとしないぜ。ウプ主、わけわからないところで変質ね。私も理解不能なんだぜ。ま、ゲーセンで稼働していた頃は、大抵、ボーナスステージまで行っていたがな。ウプ主、あの頃とは年も取ったし違うわね。まあなあ、あの頃は近所のゲーセンのバーチャファイター3は、全部の筐体に、ウプ主のイニシャルが入っていたぜ。暇なんかい。でも弱いし、乱入されないことを祈りながらやったぜ。大きいゲーセンには乱入できない。練習専用の筐体があったわ。そんなゲーセンあったなあ、懐かしいな。上手い人がやり出すと後ろに見物人が立ったな。あ、オープニングが終わったわ。また長いロードね。チャリーン、といい音でウプ主、スタートボタンを押す。ウプ主、相変わらずの老眼でモードを探すぜ。オプションで恥も外分もなく。マッチポイントに、難易度イージーに変更するのね。まあ、今回は目的が違うから許してあげるわ。しかし、早くノーマルモード探せ。ここやん。やっと、チャリーンで決定。はい、長いロードです。キャラセレクトね。ウプ主は、パイしか用使わんがな。キャラ決定。ロードになれたわ。一人目はまた同キャラ対戦だな。勝てるだろう。いつも言うが、ウプ主はこのステージが一番好きだぜ。CPU 相手の対戦格闘って実況するの？そうだなぁ、あんまり意味がないような。ぼーっと見てる？ウプ主のパターンだな。CPU 相手でも変わらんね。ん？ウプ主珍しく投げたな。練習してる？この頃は勝つごとに勝ちポーズとセリフが入るな。これも懐かしいぜ。CPU 相手でも、ワンパターンな攻撃だな。やっぱり、ウプ主、練習してるわね。確かに練習しているが、実戦で使えるのか？もう、飽きたわ。まだ投げてるわ。ウプ主、油断してるだろ。蹴られんなよ。蹴って、はいはい、勝ってよかったわね。リプレイも飛ばさず見るぜ。あなたには空腹が足りないわ。はい、次行きます。サラダは、昔から、ウプ主は CPU でもサラは苦手だぜ。ウプ主、パイステージの次に好きなステージだぜ。ま、これ以外のバーチャファイターで、地下鉄が走る、なんてないわよね。そうだぜ、いいよな。先日の、e スポーツに比べたら、エフェクトがないな。これはこれで、いいわね。ウプ主、このステージの音楽も好きだぜ。でも、ウプ主、ワンパターンね。ま、勝ったね。結構高く飛ぶな。かっこいいステージだぜ。あなたには空腹が足りないわ。二人目がサラでよかったわね。最後の方なら、CPU でも負けるぞ。パイの 2P カラーもなんだかなー、と思ったが。サラの 2P カラーは、時代を感じるわね。そんな感じだな。そろそろかな？サラは手足が長いなー。ダウンしてるけど。決定、KO ね、本当に、よく弾むな。線路に落ちてリングアウトしそうだ。あなたには空腹が足りないわ。さて、次は誰やったかな？影ね、影も最初、2P カラーはビビったな。顔、見えるし、たらい、落ちてくるし。ロード長いし、それは言うな。今なら、ドローンで撮影したような始まり方ね。ステージ3ともなると、多少 CPU が強くなるな。
それに、影だしね。うぷ主、大丈夫なん？何しとんねん。買ってくれよ。難易度イージー設定の CPU に苦労してない？もう練習する余裕なんてなさそうだな。駆け寄ってきた。おお、KO できたぜ。ギリギリやな。そうね。あなたには空腹が足りないわ。言えてよかったぜ。そやそや、いけー。で CPU 相手やったわ。CPU 相手でも面白いってことだな。そうね、なんて言ってたら、食らった。一発で結構ゲージ削られるなぁ。パイも蹴ってどついてるだけだが。結構影のゲージ削って、KO。なかなか、新鮮なアングルだわ。あなたには空腹が足りないわ。2セット目は割と簡単だったわね。リオンだ。うぷ主の苦手なキャラね。CPU でもな。それも4人目、イージー設定だけど。うぷ主、早く片付けたいぜ。しかし、アンジュレーション付きの。このステージはいかにもバーチャファイター3だな。よく作り込まれているわよねー。しかし、チクチク、こいつ嫌いだわ。こう見てるとアンジュレーションの効果出ているよな。それが、ガチ勢からの不評の原因だけどね。4人目ともなると、どこまか当たらんな。うぷ主、大丈夫か？時間かかっとんな。やっと、KO ね、先が思いやられるわ。やっぱり、苦手を再認識だぜ。足りないのは、うぷ主の方ね。その通りだが、2セット目は、また強いっぽいぞ。そうね、うぷ主、影でも2セット目強かったわよね。ん？うぷ主、当たるようになってるな。うぷ主、CPU の動き読んでるの？そんな能力はないな、ただの偶然だろ。そうよね。わけわからん動きしてるし。偶然、勝ったわね。綺麗でよくできたステージだぜ。次は？もう出るか？ジェフリーね。早めに出た CPU なら、回し蹴り、ダウン攻撃の繰り返しで勝てるぜ。対戦で負ければ、キャラ負け、とうぷ主は言うわね。そうだな、海に落ちればリングアウトなんだが。浅くて大丈夫な部分と一発で落ちる部分があるぜ。CPU も5人目で、エスケープをしたような動きね。結構、強くなってきたわね。ああ、うぷ主、やられまくってるわ。強いなぁ。さすがに。お、蹴って、リングアウト。上からのアングルのこのステージで。リングアウトは、敵視しそうだな。あなたには空腹が足りないわ。今度の2セット目はどうかな？やっぱり、いつものうぷ主の戦い方になるな。これしかできないんだろうな。e スポーツでも変わらないもんね。一生ワンパターンだ。そのうち、コンティニューするかどうかで悩むだろう。うぷ主、勝ちそうね。やっぱり蹴って勝ったわ。また、リングアウトしてくれるのかと思ったぜ。あなたには空腹が足りないわ。で、お次は誰かな？ここでアキラだわ。うぷ主、アキラとの戦いも好きだぜ。意外と戦いやすいんだな。ま、大技食らわなかったら、だが。食らうと、一発でゲージなくなるし。さすが、難易度イージーね、弱いわ。難易度に関係なく、この感じで、チクチク削っていけばいい。飽きてきたわ。まあな、大技食らうなよ。あれ、やっぱり CPU 強い？うぷ主、削られまくっているわよ。うぷ主、そろそろ負けるか？ギリギリねえ。蹴って、ダウン攻撃か。あと、一発だ。入ってけよ。後半、CPU だんだん強くなったわね。さあ2セット目よ。CPU がだんだん強くなるのか？今のところ、いつもの感じね。ちょっと反撃する？大技は出さないのか？またうぷ主っぽくなってきた。そうだな。勝てそうかな？入るねえ。続きでやっちゃえ。あ、ダウンさせられた。でも蹴ってけよ。ん？まだうぷ主コンティニューにならないな。うぷ主、もう疲れただろう。旬や。7人目で旬は、難易度イージーでも嫌だな。うぷ主、旬ステージも好きだぜ。無駄話ができなくなってきたわね。そういやそうだな。旬は嫌いだぜ。うぷ主、CPU 相手にボロボロだわ。やっぱり、あかんなぁ。やっと入り出した。
まだゲージで負けてるけど。戦いにくいよな。なんか、旬ですって感じの。いやらしい動きをするな。当たった。ダウン攻撃はどうかな？ここまで来たら、避けられて反撃食らうよな。うく主、負けたやん。腹立つこと言うよな。この頃って、旬はよく喋るわね。うく主、2セット連チするか？負けてコンティニューで悩むか？コンティニューは見た目が悪いから嫌なんだろうね。うく主、いけるか？ゲージではいけそうかな？やっぱり旬強いな。お、勝った。次はどうかな？あなたには空腹が足りないわ。いいアングルで始まるぜ。うく主、今度こそいい感じかな？なんとなくそうだな。うく主のパターンだな。いけそうね。炸裂。CPU ここから強くなるか？うく主、頑張りなさい。いっか？飛んだ。当たって KO。ギリギリ勝ったな。コンティニューはしなくてよかったわね。あなたには空腹が足りないわ。次で勝てばデュラルだろ。デュラルの前は青いね。アーケードのモデル3基盤肝入りの新キャラだぜ。バーチャファイター3では、アキラより優遇されるのね。多分、難易度イージーでも強いと思うぜ。うく主、ワンパターンだな、やられるぞ。微妙な戦いね。ダウンさせても、うく主、避けられる。やっぱり強くて、うく主、当たらんな。膠着状態だな。そうね。お、ダウンさせた。避けられた。また膠着状態だな。あと一撃なんだがな。うく主、頑張れ。お、KO 取ったわ。うく主、1セット取ったわね。やっぱり空腹足りないわね。はい、踊り出たぜ。うく主も踊ってるんだろうな。いきなりやられてるわ。もう限界かな。また膠着状態だな。うく主、不利っぽいわね。あかんな。あっさり KO 取られましたね。難易度イージーでもさすがだな。確かキャラクターボイス派上と弁のできる人を選んだはず。当時雑誌で読んだ記憶があるぜ。うく主、もうダメかな。コンティニューするのかな。ダウンさせても、ダウン攻撃失敗する。あらー、投げられた。 CPU 強いわ。避けられまくってるぜ。だからダウン攻撃は当たらんっちゅうに。いまいちねー、ダメかな。ダウンさせても、次が続かない。アップ回し蹴りで KO。 うく主、コンティニューなしで勝ったな。足りないわね。そりゃ踊るわな。で、次は、デュラルだぜ、来たぜ。当時はデュラルの滑らかさと質感にビビったぜ。勝っても、負けてもコンティニューはないわね。ついでに勝っちゃえ。当たり前に強いぜ。お、サマーソルト避けて、着地前に蹴った。飛んだところを蹴ってダウンさせたわ。さすがにダウン攻撃は読まれてる。逆にダウンさせられる。蹴って、ダウンさせて。今度はダウン攻撃炸裂。反撃をかわして。おやー。1セット取ったわ。ダウンした時の誇りの出方が面白い。あなたには空腹が足りないわ。何言ってもいいぜ。2セット目は完全にうく主パターンだわ。今のところはな。ダウン攻撃も炸裂してるわ。このままでは。やっぱり、済ましてはくれんな。デュラルは構え方に隙がないよな。ダメかなー。最後は蹴ってけよう。難易度イージーとは言えかったな。あなたには空腹が足りないわ。目標達成。エンディングが始まるぞ。お、鈴木雄大先生。見てわかると思うが、今まで自分が戦った KO の場面なんだぜ。ここまで保持しているのね。ってことは同じエンディングは二つとないわけだぜ。これしかないのね。そうなんだぜ。なんとなくすごい気がするわ。だろ、いいよな。最新の、e スポーツより、いいわ。私もそう思うぜ。エンディングを見ているとき、気分いいわよね。うく主も、オープニングも最高なら、エンディングも最高だと思っているぜ。今だ、バーチャファイター3、最高とも思っているぜ。葵まで来たから、そろそろ終わりね。終われば、皆様お楽しみ。ネームエントリー画面だぜ。今やゲーセンも廃れ、ネット対戦主流で。
クリアタイムを競わなくなったわね。そうなんだよな。私は嫌いじゃないぜ。私もよ。もうすぐ画面が変わって。アルファベットと戦えるぜ。出た。懐かしいぜ。よく、ゲーセンで見た画面だ。画面に説明してある通り。やれば簡単だぜ。30秒以内なのね。十分だぜ。時間制限されると、緊張するわ。そうかぁ。うぷ主は入れてるぜ。楽しいよなぁ。ゲームたるもの、クリアしたらご褒美がないといかん。言えてる、言えてる。で、今回は終わりだが。まだまだやりたいことがあるんだぜ。どんな？前にも紹介したが裏技だ。影の頭上からタライが落ちてくるのね。まだまだいっぱいあるんだぜ。とりあえず、ご挨拶をしよう。しましょう。最後までお付き合いしていただいた皆様。お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストが、ございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。ゲームオーバー。で、いつもなら終わるんだが。終わらないの？ほれ、こんな画面が最後にある。家庭用、ドリキャス版専用の画面だな。ほう？うぷ主の、ビジュアルメモリ、データ飛んでたし。多分初期化しないとダメかな。ダメなら、ヤフオクやメルカリで売ってるわ。ちょっと高いけど、新品も出てるわ。そうなんだ、ま、なんとかしよう。それで、裏技に戻るが。どれかやったの？パイガーキラにエクセレント勝ちしたら。今回やろうと思ったが、できなかったので。別の日にやったのを載せて終わるぜ。皆様、またお会いしましょう。10年早かったわね。